れが理想の色。鶏油が溢れてますよ。皮の旨みがしっかり感じられて、中はすごく柔らかい。ラバチキン。皆さん、こんにちは。シトアナンです。過去に、ディアボラ風チキンの動画を作成したのですが、イタリアンじゃなくて、やっぱ和風なのも食べたいという声にお答えしまして、柚子胡椒を使った和風でとっても美味しいお料理にパワーアップしてみました。何回でも食べたくなる味に仕上がっております。ということで、今回は、こういうのでいいんだよ。絶品柚子胡椒チキンステーキを作ろうと思います。鶏肉の下準備をしていきます。フォークでプスプス穴を開けていきます。前回ね、ディアボラを作った時は特にね、切り身を入れたりフォークで穴開けたりはしなかったんですけど、味を染み込ませたりとかしたいので、フォークでたくさん穴を開けていきます。皮目の部分もしっかり穴開けてください。ゴリゴリ言ってる。皮目にさ、フォーク刺すことってめったにないんだけど、結構力いるな。ちょっと待って、よいしょ。鶏肉を袋に移します。よよよ、はい。お塩、味の素結構多め、柚子胡椒、これを揉みます。ちゃんと味をなじませるように。手が汚れるのが嫌な人はぜひ袋の中で揉んでください。ちゃんと揉み込むと下味がつきますんで。いや、これさ、片面だけにもついちゃってるじゃん。だから裏返してちゃんと両面につくようにやってください。しっかり下味がつきました。ごま油を入れます。再び揉み込みます。ちなみにごま油を入れることによって臭みとかがね、取れるらしいです。このまま冷蔵庫で1時間くらい寝かせてください。時間のない人は次の工程に移っちゃって大丈夫です。片栗粉を入れます。そしてまた揉みます。チキンステーキっていうより、今のとこ気分は唐揚げですね。美味しい唐揚げが、あ、違う、美味しいステーキができますようにと。鶏肉の下準備はこれで OK です。今回は下味をしっかりつけたし、片栗粉もついてるから食感もね、ディアボラ4とはまた違うと思うのよ。楽しみだな。これからチキンを焼いていきますが、まだ火はつけないでください。ごま油をたらっと、チキンをドン。これで油を両面になじませます。皮目を下にしてアルミホイルをのせます。重しをのせます。これは前回と変わんないね。皮が反り返らないようにっていうのと、皮がパリパリに焼けます。この状態で火をつけます。弱火で10分です。鍋オンザ鍋。何作ってるのって絶対思うと思う、初めて見た人は。今気づいたんだけど、上の鍋さ、お湯沸騰するじゃん。ゆで卵とかできるんじゃない、スープとか。いやー、便利ね。どうでしょう。ひっくり返してみましょうか。あ、まだもうちょっと焼いても良さそうだね。もう少し焼きます。もう3分くらい焼いてみました。どうかな。外して、お、あー、綺麗な色。これが理想の色ってやつですね。綺麗なきつね色。また同じようにアルミホイルをで、2、3分焼きます。煙も出ないし跳ねないし、いい作り方だよね。あの的にはこっちの方がおすすめかもしれない。開けてみましょう。おー、美味しそう。うん、裏もいい具合に焼けてますね。焼き終わった後のフライパンは洗わずに細身落として、お醤油を入れます。トーストして使います。柚子胡椒チキンステーキです。めっちゃいい色してる。すごい、なんかカリカリしてる。わかる？さあ、どうかな。おお、めっちゃジューシーじゃない。断面すっごい、鶏油が溢れてますよ。皆さん、一滴たりとも逃がさずって感じだね。おほー、いただきます。ふふー、皮の旨味がしっかり
感じられて、中はすごく柔らかい。鶏独特の臭みが一切ない。ただただ肉汁が溢れる。タランとかけてます。おお、すっと入るね。柚子胡椒の香りが引き立ちますね。今まで食べたチキンステーキの中で一番柔らかいと思う。見てください、この肉汁。おー、すごいよ。もう飲めるよこれは。そんなに高い鶏肉じゃないわけ。これ確か1個300円くらい。コスパ良すぎ。ヤバチキン。そんなわけで今日は柚子胡椒チキンステーキを作ってみたんだけど、すっごくおすすめ。ガチで我が家のレパートリーにする。鶏のオイルがすっごいので、焼く直前に追い柚子胡椒しちゃってもいいかもしれない。会場で肉汁やばうまだった。皆さんもぜひ作ってみてくださいね。では次の動画でお会いしちゃうぞ。シトアノンでした。バイバーイ。